IGF を5年目を迎えることができました。そしてこの名古屋大会も4回目、IGF はこれからまだまだ終わり、名古屋でも終わらないです。なんだこれは。今日はね、面白いパフォーマンスをしようと思ってずっと考えてきたんですけどね、あそこのお城の上の社長を借りに行ったんです。社長さん、だから貸してくれなかったんで、スタジオを注文してしたら時間が間に合わなくてね、残念でした今回は。世の中は本当に今日は1時間の政治の話をしようかなと。そしたら、あの仲間は、話が長いのは年取った証拠だからやめてください。ちょっとだけ話をしようと思いますね。先ほど映像にも出ました、中国の問題、それから竹島の問題、もう一つは世界の問題で今パキスタンなんでね、私が1976年にモハメド・アリと試合をして最初に私に挑戦したのはアクラム・フェルマンというパキスタンの、悲惨な試合になって殺し合いになって、結局試合の後何ヶ月かして亡くなって、でそれから2回訪問したんですが、向こうからも表彰をいただいて、何回か墓参りをしようと思いつつ1年が過ぎて、今年こそはで、今年はちょうど国宝60周年ということでですね、ぜひ墓参りをして、そして世界に平和を訴えよう、テロはやめようよというね、メッセージを送ろうと思います。この間は北朝鮮に行きました。24回目の訪問、なんとか早く、一日も早く、ドアを開いて、他にもいっぱいですね、台湾とか、とにかく元気なうちに、いろんなところを取り回って、日本の平和なメッセージを送っていこうと思ってます。そしてさっき、映像が出ましたね。7月に上海でやって、長年許可が出なかったのは、中長許可なんです。3日で切符が売り切れてですね、その後も、いつやったのかという要望が来てますけど、今の状況はテレビで報道されています。でも、私の思いを中国の方も分かってます。それで、いつか中国の全国工業を今見学をしていますが、今日は第一号のその入門希望者の猪木ワンさん、どこかいるかな、見えないあ、そこです。彼は3段のチャンピオンですね。これから中国の選手も養成して、とにかくリングは戦いでも世界平和を訴えていこうと思ってます。韓国の選手も今日登場しました。モンゴルも登場しました。そういうことで、これから暮れにあと2つ試合になる。またパキスタンが試合になる。そういうことで、選手にはもっともっと気合いを入れてですね、サバカーね、いうぐらいの選手に試合をやってもらいたいと思います。今日はちょっと見てて腹が立ったこともあります。皆さんもこの辺でしょ、バカーでも、猪木先頭に走ってたんだが、みんなに早く成長してもらいたいということで、手を抜いたわけじゃないんですが、半歩下がってね、見てますが、ちょっと長い目で見てやっていただきたいと思います。それじゃあ、猪木が上着を脱ぐと、上着を脱ぐと何をやるか、さよなら。大きな声で笑ってください。